こんばんは。こんばんは。今日はね、アカペラなんですよ。そう、ギターがね、ちょっと修理中なのでアカペラでやらせていただきます。よし、お疲れ様です。やっと、なんかすごい目が乾燥するな。やっとね、やっとテスト半ば終わった。え、半分終わったのか。明日終わったらもう最後の教科は得意な国語と体育だけだから。オッケー。じゃあどうしよう。アカペラでどうやってやってこうな。普通に虚しいですよね。なんかアカペラで良さそうな曲、っていうか、あー、 I love you 150万回再生いったんですね。あら、皆さんたくさん見てくださってありがとうございます。そうですね、どうしような、アカペラてか今あれですよね、 FNS 歌謡祭やってますよね。5時間スペシャルだっけその中でそうやらせて、あの、いただいてるんですけど、あのね、ありがとうございます。いつもになっちゃうんですけど、その中で見に来てくださってありがとうございます。あ、プレゼントありがとうございます。徳明さんありがとうございます。焦る手紙フルでいく、フルでアカペラでいこうかなと思います。配信見るためにふわっちインストールしました。ありがとうございます。ありがとうございます。OK、じゃあ、FNS 歌謡祭、全然見たい気持ちはあるんですけど、見たらテストが、だから、だってまた出られてたんだろうなと思って。見てます、今。OK、じゃあ、汗の手紙MMK 歌謡祭。はい、じゃあ汗の手紙いきますね。よし、アカペラってあれですね。汗の手紙いきます。感想どうなんだっけ。元気でいますか。大事な人はできましたか。いつか夢は叶いますか。この道の先で覚えていますか。揺れる麦のあの夕晴れ、地平線続く空を探し続けていた。ショートカットして、じゃーん。人は迷いながら揺れながら歩いている。
二度とない時の輝きを見つめていたい。手島葵さんの焦る手紙でした。ありがとうございました。なんかやっぱり伴奏って大事ですね。なんかそう一辺単んなんてんいいいいいペンいなんて言いたいんだろうね。あの一辺になっちゃうんですよね。よし、ありがとうございます。よし、カノンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもたくさんプレゼント、エアロケさん、ありがとうございます。ありがとうございます。改めてこんばんは。改めましてこんばんは。お疲れ様です。金曜日お疲れ、あ、間違えた、水曜日お疲れ様です。ヒロさん、ありがとうございます。よいしょ、今日9時までね、やらせていただきますね。ありがとうございます。ちょっとの時間でも来てくださって。ミラさん、ありがとうございます。お話ね、もう頭の中テストで、明日が頭の中テストでいっぱいで、もうテストテストテストだから、もうテストの話しか出てこないかもしれん。そうね、アカペラ一辺倒か一辺倒か。あ、キスして抱きしめていいですね、アカペラって言ったら。確かに、なんかすごい揺れるな。よし。好きよ好きよ好きよ、優しいキスをして。バックナンバーのクリスマスソングいいですね。OK あ、テスト明日で終わるんですか。おお、お疲れ様。もうなんか最後ってなるとね、気分はちょっとね、和らぎますよね、気持ち的にも。頑張れ。よし、テスト明日はコミュニケーション英語と、生物基礎と、あとは数学 A です。もう苦手苦手苦手で苦手明日は絶望的ですね。でもなんとなくは頑張りました。あれ、トライイットさん、トライイットさんの動画見てます、僕。よし、次キスして抱きしめていこうかなと思います。体育の教科は補体なんですけど、飲酒と健康とか、なんだって、飲酒と禁煙、あ、喫煙と、についてだったんですよ、確か。そう。健康と、ですね。コミュニケーション英語っていうのは、なんか、教科書も文法じゃなくて、長い文の方、長文読解みたいな感じです。あ、ニコチンとか、そう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 。そう、ね、お誘いに乗って、もうすぐお正月だけど飲んじゃいけないよみたいなはい、そうですね、ゆいしちゃん、キスして抱きしめていこうかなと思います。
いきます。ミーシャさんのキスして抱きしめてです。いきます。じゃーん。キスして抱きしめて愛してるって言って、もっとぎゅっと強く抱いて胸が苦しくなるほどに、あなたの背中に手を回し顔胸にうずめて、この声を心に焼き付けたい。わかった真夜中に突然目が覚めて、カーテンを開けるとかすかに光る星、静かに幸せに寂しく優しく見てる、見たい。触れた指先も笑い声も瞳を閉じればすぐに完璧なあなたを思い出せるように、私なりたい。だからいつもキスして抱きしめて愛してるって言って、もっとぎゅっと強く抱いて胸が苦しくなるほどに、あなたの背中に手を回し顔胸にうずめ、この声を心に焼き付けたい。はい、ありがとうございました。ミーシャさんのキスして抱きしめてでした。ありがとうございました。はい、ね、ゆぱっちね、両方片方ならないんですけど、こっちが綺麗になるんですよね。でもあんまり鳴らしすぎると骨削れるんですよね。聞いた話だから本当かわからないけど、はい、でこの時間に会いますね。でもこの時間にこういう曲聴くと寂しくなりますね。徳明さんありがとうございます。ありがとうございます。うん、そうね。あ、嘘なんだね。あ、でもなんか折れたりとかするのが、やりすぎるとなんか折れてた人いたっけが、なんか学校に指パッチンで。あ、今日本史の勉強なのです。おお、日本史ね、カタカナって覚えにくくないですか。すごく私なんかが覚えられなかったんでね。シュトレーゼが新通貨を出したレンテンマルクみたいなの覚えられなかったんですよね。なんかカタカナが難しい。ああ、ワインディングロードいいですね。曲がりくねった道の先に、でもハモリが欲しい。ハモリしたいし、ハモリが欲しいですね。ああ、そうだ、藤原さくらさん、好きよ好きよ好きよ歌うって、あ、言ってましたね。そう、ポツダム宣言とか、あ、出た出た出た、やったやった、ポツダム宣言とかね。そうですね。じゃあ、まあ、ハモ、心の中でハモってていただけると嬉しいです。はい。寂しいね。じゃあ、ウィーディングロード、ワインディングロード、ウィーディングロード。
歌詞。曲がりくねった。あった。あ、ワインディングロード。ありがとうございます。全部違った。いきます。コブクロさんと彩香さんのワインディングロードいきます。1、2、曲がりくねった道の先に待っているいくつもの小さな光。まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。てれてててて。一、すべてを愛せなくても、ありのままの心で、何かをただ一つだけ愛し続けてる人は、その誇らしげな顔には、大きな優しさが溢れ出してる。曲がりくねった道の先に待っているいくつもの小さな光。まだ遠くて見えなくても一歩ずつ、ただそれだけを信じて行こう。はい、ありがとうございました。コブクロさんと彩香さんのワインディングロードでした。はい、やっぱね、ハモリって言ったらこの曲ですよね。はい、よく友達と、よくっていうか前ハモったんですけど、3人ですごいやっぱ楽しいです、ハモるとね、この曲。 ありがとうございました。たくさん、あ、ナイス、ありがとうございます。ナイスとプレゼントありがとうございます。リクエストありがとうございます。ギターがないとね、2つのこと同時にやらないから、どっちかに集中できるから、いつ入れか、歌声に集中できますよね。ね。そうですね。あ、好きよ、好きよ、好きよ。なんかこれギターがあった方がエモいんですよね。よし。アカペラでいこうかな。また YouTube ライブの方でも歌わせていただきますね。いただきたいので。プロローグいいですね。恋、ホムラ、夜明けを口ずさめたなら。ギターちょっとかかります。はい。ちょっとかかります。OK。六等星の夜、プロローグ。あ、そう。で、ギターの方なんですけど、弦じゃなくて、接続部分が、ケーブル、あるじゃないですか。ケーブルの方、ケーブルを、エレオコなんですけど、ケーブルの方が、ケーブルつなぐ接続部分が壊れちゃって、そう、それを、今度、ライブ配信、来週あるじゃないですか。そう、壊れちゃってて、で、直さなきゃ、そういけなくて、それで結構時間かかります。はい。そうで、もう一個のギターの方なんですけど、もう一個のギター、昔使ってた方の、初心者で初めて買ったギターは、私も自分の、そう、今使ってるギター、ギターでずっと弾いてるから、そっちの方あんまり使ってなくて、なので、欲しいって方にあげたんですよね。もらってくださる方がいたので、そう、知り合いの知り合い、ね、おじいちゃんの知り合いにいたので、そう、お譲りっていうか、
もらっていただきましたので、それしかなくて、でもそれもないからギターが弾けないんですよね。はい、ということです。あれ残り9分、まあでもちょうどいいのかな、9時までだしかな、残り9分。はい、すみません話長くなっちゃった。はい、じゃあ好きよ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 、はい、藤原さくらさんの好きよ好きよ好きよ、いきます。じゃん、好きよ好きよ好きよ、こんな歌ができたの、言葉じゃ物足りないから、じゃん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 、古いキャンピングカー買ってこんな街出て行こうよ、ロードムービー気取って自由の旅に出ようよ、私失ったことも戦ったことさえもないから、怖いものなんて知らないから、2、3、好きよ好きよ好きよ、こんな歌ができたの、言葉じゃ物足りないから、まだ誰も知らない私のラブソング、じゃんじゃんじゃじゃん。はい、ありがとうございました。藤原さくらさんの好きよ好きよ好きよでした。この曲はアコギが一番映えますよね、一番合うし、あった方が良いかなと思います。ね、リクエストありがとうございます。またギター弾ける、あのギターある時にまた歌わせていただきますね。ありがとうございます。グラシクさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、ハピネスかストーリー、あーいいですね、ハピネスかストーリークリスマスソング、うん、アカペラ、アカペラね、会いたくて今ですよね、アカペラやったら、今会いたい、ハピネスかストーリーどっちか行こうかなって、あと6分、さんおじさんありがとうございます。そうですね、ハプニングかストーリー、あの小さい線輝くのは、ストーリーあんま歌ったことないですよね。あーどうしよう、ストーリー今日は行こうかなと思います。もうハプニングもいいですよね。君が笑えばこの世界一瞬に、たくさんリクエストありがとうございます。もっともっと幸せが広がる、出てこないな、君が笑えば全てが良くなる、この手でその手でつながる、出てきた。はい、いきます。アリさんのストーリーいきます。あと5分。じゃん、タタ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 、限られた時の中でどれだけのことができるのだろう、言葉にならないほどの思いを、どれだけあなたに伝えられる
だろう。ずっと閉じ込めてた胸の痛みを消してくれた。今私が笑えるのは一緒に泣いてくれた君がいたから。一人じゃないから、君が私を守るから強くなれる。もう何も怖くないよ。時がなだめてく、痛みと共に流れてく。日の光が優しく照らしてくれる。はい、ありがとうございました。愛さんのストーリーでした。ありがとうございました。猫猫さん、ありがとうございます。おお、水上花火、ありがとうございます。ねえ、この曲なんか感動しますよね。サビのとこでなんかふわーってきますよね。ベイマックス見たことないな。ベイマックスね、ベイマックスたくさんありがとうございます。残り3分。ギターナイツのオリジナル曲でもね、1回は歌った方がいいと思うから、よし2分。どうしよう。あ、お誕生日おめでとうございます。シュウさんかな、お誕生日おめでとうございます。あと2分、ちょっと待って、宣伝短くいきます。テレビ朝日さんの、ちょっと選定させていただきますね、すみません。テレビ朝日さんの歌活という番組に今参加させていただいてます。はい、でその歌活の企画が今結構終盤に来てて、で、動画の再生回数と今だと今後だと12月12日に、生ライブ配信があるんですね。でその皆さんの投票で投票がその優勝につながるかもしれないので、すごくポイントってなんか言い方いかんかもしれない、なんか投票制なので、もしよかったらご協力応援してくださると嬉しいです。あと1分、どうしよう。たくさん聞いてくださってありがとうございます。そうですね、足りない、明日は晴れるかな、今から会いに来てよ、足りない、時間なんて忘れてさ、会いたい、気持ちが止められない、という曲も歌わせていただいております。オリジナル曲です。で今頑張る女の子で、残り1分どうしよう。なんか焦るとなんかいろいろごちゃ混ぜになっちゃうな。とにかく歌活いつも応援してくださってありがとうございます。あ、たくさんプレゼントありがとうございますね、ありがとうございます。ちょっと慌ただしかったんですが、今日お時間作っていただいてありがとうございました。ありがとうございました。短い時間でしたがありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ギターもない中でアカペラでね楽しんでいただけてたら嬉しいなって思いますのでね。はい、ありがとう。確かに30秒で歌えたよ。はい、終わりますね。頑張る女の子。鏡とにらめっこ、今日も自分を好きになるために頑張ってる。髪固め含めいく、めんどくさいこともあるけれど頑張ろう。じゃんじゃんじゃじゃじゃんじゃん、いい感じじゃん。はい、ありがとうございました。もしよかったら見ていただけると嬉しいです。終わります。ありがとうございます。